はい、皆さんこんばんは。製麺機です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はですね、この間食べて美味しかったんで、またホルモンの豚キムチ作ってみました。あのね、豚肉の代わりに豚のホルモン入れて作った豚キムチ、それとあとはもう一品はスーパーのお惣菜の餃子ね、2品作ってる余裕ないんでね、1品は作って、もう1品はお惣菜でね、晩酌していこうと思います。ではよいしょ、こちら今日は朝日さんのドライゼロノアルね、これでよいしょ行ってみたいと思います。おお、よいしょ、シュワシュワっとね。では、焼酎は、中身は大五郎入ってますね。大五郎これにね、小分けにして冷やしてるんで、ミニ五郎って書いてありますけども、中身は大五郎です。じゃあ軽くねかき混ぜて、では今日も皆さん一日お疲れ様でしたね。シュワシュワな感じで、ではお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。うん、お、富士山、富士山、あ、ピンときたかな。お、いい感じですね。じゃあおかわり作ってね。焼酎も入れて、よいしょ、でまた軽くかき混ぜて、一旦ね置いときたいと思います。ではまずはね、ホルモンの豚キムチ、豚キムチじゃない、ああいうのか、ホルモンの豚キムチね、豚肉の代わりに豚のホルモンを使ったホルモンの豚キムチ、こんな感じですね。あー、豚キムチのレシピもあのクックパッドさんの方にレシピ載せてるんで、味付けは一緒でね、お肉を豚肉から豚のホルモンに変えただけなんで、それまたあの動画の紹介欄、概要欄でしたっけの方にリンクね、私の豚キムチのレシピリンク貼っておきたいと思いますね。ホルモンで作っても美味しいんでね。でホルモン安いんでね、これで 100g で100円くらいですからね。おお、映ってないかな。ホルモン、ホルモン、ホルモン、ちょっとキムチどこ行った、キムチこの辺食べてみようかな。じゃあよ、じゃあホルモンの豚キムチいただきます。なかなか美味しいですよ。この間ね、あのホルモンで、あ、ホルモンでキムチ鍋作ろうと思ってたら熱くなっちゃったんでね、でお鍋ちょっときついなと思ったんで、急遽ね、あのホルモン豚、あのホルモンで豚キムチにしたんですよね。材料大体一緒なんでね、キムチ鍋と、美味しかったんでね、こんな感じでね。おお、ニラもたっぷり入って、じゃあいただきます。なかなか噛み切れないね、ホルモン。じゃあね、シュワシュワ、これコテッチャンで作っても美味しいかもしれないですね。味ついてるコテッチャン、今回は普通のボイルの白もつっていうんですかね、使いましたけど、コテッチャンで作っても美味しいかもしれないですね。
ではお次は野菜サラダ。いつもの野菜サラダなんですけども、キュウリ切らしちゃってて、今日ねキュウリ入ってないです。キュウリをうっかり切らしちゃいましてね。じゃあ癖になるうま塩利健さんのドレッシング。いやちょっとキュウリが入ってないんで、ちょっとボリュームがね、あちょっとライティングがこんな感じかな、ちょっとボリューム不足でね。ではおろしのタレ、エバラさんのおろしのタレ。いやうっかりね切らしてるの気がつかなくて。ではトマトからいただきます。うん、サラダチキンは生協さんのハープのサラダチキンだったかな、だと思います。ちょっと寂しいですよね、キュウリ入ってないと。ああ見切れてるかな、大丈夫かな。あちょっとこんな感じでサラダいただきます。うんうん、やっぱりちょっと寂しいですね、キュウリないと。そういえばあのうちのスピーカーの今修理ね、少しずつ始めました。あのエッジがねボロボロになっちゃってるスピーカー、うちのソニーのね古いスピーカー。いや大変っすね、もうあのダメになったこうエッジを接着してあるやつをね、ちょっとずつちょっとずつこう剥がしてね、綺麗に剥がしていくんですけども、すごい大変本当に。いやでもね頑張ったらねまたねいい音で鳴るかなと思ってね、それ楽しみにしてね頑張って今やってますよ。でまたねその動画もそれあの張り替える前、あのエッジがボロボロの状態の音と張り替えた後の音をね比較できるようなこのビフォーアフターのね動画撮りたいなと思ってちょっとやってますんでね。うん、まあ、あ興味のある方はね、ご覧になっていただければと思います。うん、まあもうちょっと時間かかるんでね、なかなか作業もねそんなに時間取れないもんでね、ちょっとずつやってるんで。ああ作業中の写真少し撮ったんでこんな感じですよ。こんな感じでね今修理してるんで、まあそのね興味ある方いらっしゃいましたらお楽しみにしてくださればと思います。うん、じゃあシュワシュワ飲んでね。ではおかわり作ってミニゴロ、ね、ミニゴロ、大ゴロ、あ、大ゴロ師匠ね、中身はね、大ゴロね、入れ物がミニゴロ。昨日もんじゃ焼き動画でちょっと長かったんで、今日はまだねサクサクっとした感じにね動画やっていきたいと思います。ではじゃあお次はメロン食べようかな。半額で売ってたんでね買ってきました。半額で250円くらいかな、それの半分の量ですね。これ半玉分でそれが半額になって250円だったのかな、それのまたさらに半分の量ですね。よいしょ、メロン、じゃあちょっとねいただきます。うんうん、美味しい美味しい。うん、うん、美味しいですね。
では、あ、ちょっと待ってください、ちょっと手拭いてね。じゃあ、またね、焼酎大五郎をね、軽くちょっと注いで、で、ここにウイスキーね、クレームはクレイモアをね、果物の後にいただいて合わせてみたいと思います。よっ、では早速ね、いただきます。うん、あ、ちょっとあれだな、焼酎と割るともともとそんなにこうスコーチの割に煙たい感じしないウイスキーなんで、割るとさらにね、全然あのスコッチっぽくなくなっちゃいますね。うん、まあ飲みやすいって言えばね、飲みやすいですけどもね、ピート苦手な方もいらっしゃると思うんでね、うん、そういう方だったらこう割ってね、飲んでちょっとピート臭薄くして飲むっていう飲み方もありかもしれないですね。うん、ではじゃあお次はね、スーパーのお惣菜の餃子、よいしょ、こちらね、あ、ピントが合ってるかな、合ってるかな、やっぱスーパーのお惣菜の餃子ってちょっと大きめなんでね、いいんですよね、ボリュームあって、まあその代わり3個しか食べられないですけどもね、カロリー的にちょっとね、あんまりたくさん食べられないで3個だけにしてますけども、よいしょ、ではってるかな、この辺ね、この辺をいただきたいと思います。よいしょ、ちょっと割って中見たいですね。おお、ちょっとうまくいくかな、こぼさないように慎重にね、こんな感じですね、中やっぱり具材がすごい詰まってますね。よいしょ、しっかり垂れつけてこうですよね、じゃあいただきます。うん、すごいニンニク効いてる、ニンニク効いてて美味しい餃子ですねこれ。うん、ではじゃあもう一回ね、ホルモンの豚キムチいただきたいと思います。ピントが、あ、来たかなね、ホルモンほんとね、安いっすからね、助かりますよ。キムチ、残ってたキムチ全部使ったんですけども、どこにキムチが入ってるものやら、これ、あ、この辺キムチかな、あ、見えてたかな今、これね、これキムチだと思うんでね、これとホルモンね、よいしょ、おー、どうでしょう、こんな感じで、じゃあホルモンの、あ、ピントか、ホルモンの豚キムチいただきます。うん、うん、うん、ホルモン美味しいな、よいしょ、あー、ピントが、もうちょっと野菜を一緒に、よいしょ、野菜と一緒にいただきます。うん、では
日本酒ね、ホルモンの豚キムチの後ですけども、日本酒も用意したんで、今日はね木桜さんの辛口1本のビッグカップ 300ml、 これで200円くらいでしたがね、安いなと思ってね、もう安いお酒ね、安いお酒じゃないとなかなか飲めないんでね、辛口1本もこれも美味しいですよね。じゃあこれをいただいてみたいと思います。じゃあ早速開けて、よいしょ、よし。ではね、これおチョコに注ぐのね難しいんですよ。うよっ、あーこぼれた、あーこぼれた、あーもったいない。あ、なんか入ってるな、ちょっとね、なんかゴミみたいなの入って、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、なんか黒いのがちょっと入ってたんで。では辛口1個ね、いただいてみたいと思います。まあこれはほとんど色ついてないですね。うん、まあほぼ透明な感じの日本酒です。いただきます。うん、あ、辛口ですね。まあほんのりね、あの日本酒なんで甘みはあるにはあるんですけども、やっぱり辛みの方が強いのかな。今ちょっとね気管に入っちゃって、ちょっとねむせちゃったんで、ね、そこカットしましたけども、美味しいですよ。もうそんなにピリピリするぐらい辛いってほどではないですね。うん、うん、美味しい、うん、飲みやすい感じの辛口の日本酒って感じです。うん、美味しいです。では、じゃあさっきのね餃子の残り食べちゃって、なんせね3個しかないんでね、1個1個もバクバク食べるともう3個しかね、すぐなくなっちゃうんでね、半分にこう分けてね、でちょっとずつ食べてます。おー、ピントが、あ、ピントきたかなね。すごいね、ニンニク効いてて美味しいですよこの餃子。うん、じゃあいただきます。申し訳ないですね、あのまた電池でバッテリーね、カメラのバッテリー切れちゃいまして、なんか中途半端なところでね、あの切れちゃいまして申し訳ないです。ではね、今日の晩酌動画の方はね、この辺で締めにさせていただきたいと思います。ちょっとね、短い晩酌動画になってると思いますけどもね、今日はね、サクサクっとね、やっていきたかったんでね、この辺で、締めにさせていただきたいと思います。では、あとはね、アニメか動画かなんか見ながらね、晩酌続きしていきたいと思います。またかぐや様の一期の続き見に行こうかな、ね、では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日ね、動画アップすると思いますのでね、よろしくお願いします。じゃあシュワシュワ飲んで、じゃあ今日のところはこの辺で締めさせていただきたいと思います。